ほら。イルスタイリストのぶなさわいくみです。今日はお団子を使ったアレンジをやっていきたいと思います。お団子を2個使ってアレンジしていきたいと思います。まず最初に今軽くだけ巻いているんですが、しっかりと巻いていきたいと思います。使うのはこういうダッカールです。まず上と下に分けていただいて、下の部分ですね。アレンジをする前に巻くときにコツがあって、絶対にこの毛先をしっかり巻くこと、下の段は特に毛先がしっかり巻けていればいいという感覚ですね。なぜ毛先がしっかり巻けてた方がいいかというと、お団子とか何でもそうなんですけど、アレンジしたときに毛先だけピヨって出たときに巻いてあるとそれだけで可愛いので、毛先はしっかりといつも巻くようにしています。私とかは結構レイヤーカットが入っているので、上の方が少ないのでこう半分に2つで巻くだけでいいんですが、髪の毛が多い方とかだと巻きにくい方、あと髪の毛が強い方とかだと、もうちょっと細かく分けて巻いてあげてもいいと思います。でもお団子するのでしっかりこう綺麗に巻くというよりかは、本当に毛先がしっかりと巻ければいいという感覚です。上も巻いていきます。上の方も毛先を巻くイメージなんですが、できればこの上の方もちょっと跡がついてればいいかなと思います。こういう風に飛び出してきても大丈夫です。このまま巻いちゃいます。でこの飛び出してきた部分もこうやって拾っちゃって、ここだけもうざっくりなアレンジです。いちいちあ、ここ負けてないっていうよりかは、もうとにかく跡をつけるっていうイメージで、出ても後でそこだけ巻けばいいやという考えでいいかなと思います。その方が時短なので、結構まとめて一気に巻いて、巻けなかったとこだけ足していくっていう感じで、私はいつもめんどくさがり屋なので巻いてますですね。もうぐるぐるです。あとはここです。上の部分だけ表面にも巻いた跡が出てほしいので、表面のここの部分だけこう上の方で、逆ですね、表面のここだけこのまま上の方でこうやってねじりながら巻いていくと上の方も巻けます。でこの時もさっき毛先しっかり巻いてあるので、こう飛び出ちゃった部分は無視して大丈夫です。これでもうベース巻きが簡単です。意外と私慣れてくれば本当にベース巻きは3分とかで終わっちゃいます。あとはお好みのオイルとかをしっかりと指の間までなじませて、ポイントとしてはこの顔周りと中側に毛先ばっかりつけて上の方はつけないっていう方もいらっしゃるんですけど、アレンジするときはこうやって中までしっかりつけてあげるといいです。前髪ある方はこの顔周りの遅れ毛と前髪は外して、その他をもう全部オールバックに、オールバックに、でこう毛先にもしっかりなじませてあげて、このメープですね、上後ろもしっかりとオイルをなじませて、さっき指の間にもオイルを通しているので手ぐしでこうやってやっていきます。したら次はお団子をしていきます。上と下にジグザグで半分に分けます。まず下の方から行くので、上は先ほどのピンで留めます。あら、この時もさっき手についたオイルをなじませるようにしていただいて、でゴムで、
結んだら普通にお団子するようにお団子していただいて、そのまま手先を巻きつけてゴムに通す。通してあげたら結んだゴムを持ったまま引っ張ります。バッてあげてねじって裂きます。ほぐしていきます。ほぐしたらここの下の段もほぐします。普通にお団子を作るときもここを引っ張ってあげると可愛いです。ここもちょっとだけ出してあげます。上も全方向にちょっとずつ引っ張っていきます。それでもう下の段は完成です。次上の段いきます。上の段もこのお団子からあんまり遠すぎない位置でお団子します。さっきと同様にしっかりとお団子を、お団子するときにちょっとここでねじってからお団子してこのゴムを持ったまま絡ませて中に入れる。そしたらまたこのゴムをしっかりと持ったまま巻きつけた部分もほぐしてゴムが見えないようにしてあげて、またこれも大部分ですね、もう右と左と同じこう裂いてあげるイメージでいろんな方向にぐしゃぐしゃっとなるぐらいで、さっきも言ったこの下の部分ですね、もうちょっとここの割れ目がなくなるように下に割ってあげます。このアレンジは短めのボブの方でも下で1個結んで上で結ぶのでお団子ができちゃいます。で最後に前から見た時のバランスですね。横から見たらこんな感じで、前から見た時にここが潰れてるのでゴムを押さえながら上に引っ張ってあげて、爪でつまむようにへこんでる部分を先ほど巻いたやつがここにあるので綺麗に引っ張っても可愛いです。ここの分け目の分かれ目がないのが可愛いポイントだと思います。で今回はさらにこういった透明のクリップを使いたいと思います。どこでもいいんですが、私は今回この辺にガバッとこことここができれば下と上のお団子があまり離れすぎないようにするのがポイントになってます。あとはこの前髪部分を私は後から出せちゃうので、あとはここの土産ともう適当ですね。ここからこうつながるように巻いていきます。ここのポイントは前髪が立ち上がって外側になるイメージ。S 字にまず真ん中上を立ち上げます。よし、立ち上がったらこれを外側に持ってきます。外側にでつまむようにしてほぐします。でここの遅れ毛もぐるぐると巻きます。でここに細い部分に巻きつけていくと自分で持ってる固定よりも細く巻けるので、もうこうやってくる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 巻くと、ほら32ミリでも26ミリぐらいの巻きの太さができるので、アレンジの遅れ毛とかくるくるした遅れ毛を作るにはもってこいです。
私はいつもここで両手で回転させてます。そしてほら、で下に持ってってあげて、バランス見て巻き足してあげてください。そしたら完成です。後ろ姿はこんな感じです。